はい、どうもこんにちは。弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生パート2やっていきたいと思います。前回に続きまして、この5人に話を聞くところから始めたいと思います。前園さんは可愛いから後にしようと思うこの子から聞いてみようか。僕の名前は石丸清隆。石丸清隆だ。座右の銘は質実剛健。お互い学業に切磋琢磨して頑張ろうではないか。はい、そうですね。切磋琢磨、もうなんか難しい四字熟語を淡々と並べるような感じが素晴らしいですね。お、風紀委員ってお前か超優等生、確かに頭いいだろうな。うん、規律を、うわーすげえ、なんか怖そう、うんうん、いいかね、いいか言っちゃダメ、言っちゃダメ、そういうこと。確かにそうだけども、なんかすごい熱い方ですね。深川桃子さん、女性の方。どうせ私の名前なんて後ですぐに忘れるんでしょうけど。こういう人に限って結構覚えてもらえるんだよな。でも深川桃子よ。あ、深川ってそう書くんだ。文学少女、ほう。10歳の時に書いた小説が話題となり、10歳で小説？マジで？すごいな。磯の香りの消えぬ間に、代表作といえる恋愛小説。影響を受けた若い女性の間で漁師が大人気になるほど社会現象を生み出す大ヒットとなった漁師。へえ、確かに漁師の恋愛ものってなんかあんまり聞かないイメージがあるな。うん、天才女子高生作家、うん、そういうこと言わないの何よ。あ、意外とシャイな感じ。何なのよ。あ、なんか怒らせちゃったみたいですね。なんかそのごめんなさい。そうに決まってるわ。うわー、なんか被害妄想もすごいなこの子。どうせ作家としての豊かな想像力が間違った方向に働いた例だな。そういうこと言っちゃダメだよ、誠くん。じゃあ山田ひふみくん。ひふみってもしかして123って書くんじゃない。山田だよね。もう覚えやすい。すべての始まりにして終わりなるもの。二つ名の方で読んでいただいても構いませんぞ。あ、そうなんですか。なんか一瞬なんかイケボみたいになったのは気のせいですかね。あ、君か、同人作家はちょっといろいろ話を聞きたいな。普通かな、中の上ぐらいかな、わかんないですけど。二次元それなりに長通ってるんですよね。うん、長通ってなかったら超高校級とかつけちゃダメだよ語り草となってるのが文化祭で1万部の同人誌を完売マジで、それもうレジェンドじゃん、伝説やん。うわ、すごい鼻息。しかし、うん、ちょっとぜひね、ひふみくんの作品を見てみたいな。むむ、ちょっと興味あるわ。どんなテーマだ。つまり、あ、結構です、大丈夫です。まだ、自分にはそういうの、早いと思うんで、その、はい。桑田レオンくん、かっこいいな。うーす、俺の名前は桑田レオンだ。
よろしくな。なかなか、なかなかなんかごっつい、ごっつい子かな。どうなんだろう。野球選手？マルガリータの君が、あれ？あれ？マルガリじゃない。だよね。うん。そんな超一流アスリートが？え？君なの？うん。そうなの？確かに髪の毛赤いけど。どうしたん？いや、意外っていうか超高校級の野球選手っていうからてっきり。やれやれ。マルコメ君を想像したとか、その通りです。ごめんなさい。マルコメ君っていうか。うん。やー！やー！俺の野球してる写真見ちゃった。マジで？あのダサいの見られちゃったの？なんだよ。まあ、やべえよ、激ヤバだよ、マジかよ、それって超絶的にはずいんだけど、マジかよ、マジスカ学、まあ、なんでもないです。大会の決まり、そうなんだよね、そうなんですよね。野球ってなんか高校野球って大会の決まりで、なんか大会中はなんかね、そういうのあるんですよね、坊主って。ありえねえ。うん。つうかさ、ぶっちゃけていいっすか？あ、いいっすよ。俺ってダメだな、こういうこと言っちゃダメだよ。ちょっと全国の、全国のもう少年、野球少年の子たちは、でも確かに本当に天才なのかも。うっしじゃあ君は超高校級の何になるんだい？将来の夢？ミュージシャンに決まってるじゃん。このスター性のあるオーラでわかるっしょ。自分で言っちゃう、そういうの。ぶっちゃけさ、俺はボーカルだから、あとは演奏するやつと曲作るやつがいりゃ最強っしょ。おう、かっけーっす、かっけーっす、先輩マジパネーっす。なんか俺と一緒のこと言ってるな。世の中の野球少年たちには絶対に聞かせられないな。うん、ほんと早いとこ謝ってくださいということで、前園さんの、あ、ここの位置はちょっと、あ、ちょっと危なくない位置、危なくない位置、うん、危なくない位置ってなんだよ。前園さやかです。これからよろしくお願いします。うん、アイドルの子だよね、確かに。うん、いかにもって感じ。鮮やかなお辞儀、今まで嗅いだこともないにゃ超高校級の変態じゃねえかよ、お前は。ナイギー誠、前園さやか。正直僕はかなり驚いた。だよね、確かに。このままアイドルとしての活動を続けていればよかったのに。うん、見れば見るほど綺麗だな。肌なんてまるでも人形みたいだし。変態変態。え、どういうことなの？あれ、心の中で思ったことだよね、誠くんが。口に出してないよな。え、聞こえた？私、エスパーなんです。何この子怖い。何このアイドル怖い。あ、そうですか。勘ですか。鋭すぎるだろう。全くだ。あの、もしかして、あ、なんかこのフォームかわいい。なんか、焼肉食べたいな、みたいな、なんか。今度は何？そうだ、やっぱりそうですよね。え、何？またなんか心を読まれた？あの、ナイギくんって。あ、はい、すいません。すいません。いいかね。はい。あの、雑談ではないね。また後でゆっくりとお話ししましょう。ごめんなさい。いえいえ、後でね。うん、何かを言いかけてたみたいだけど、うん、後でねって言ったから、そうだね。うん、はい。ということで、青まだいる。次にあの5人と話してみるか。話してみよう。うん、普通にこっちからでいいかな。葵ちゃん、こんちはっす。朝比奈葵っす。よろしくね。
なんかイメージと全然違う。なんかこんなこんな軽い感じの子なの。スイマー、あーなんか運動とかすごいできそう。オリンピック候補生にも選ばれた。ほう、実力、容姿、プロポーションと揃った逸材。うん。それっぽいそれっぽい名前、それっぽい名前、それが正解なんだけど、ですけど、ですけど、うんうん、大丈夫大丈夫、すぐに覚えるからね。で、君の名前ってなんだっけみたいな感じのタイプの子でしょ。うん、ひらがなだよ。何してるの。あれ、人の名前を覚えるときは3回手のひらに書くといい。なんか似たようなことなら聞いたことあるんですけど、うん、それは聞いたことがないです。うん、ないぎってどういう字。そのままだよ、ないって字。うん、あーでもスポーツの特待生って勉強とかあんましないっていうのも聞きますからね。わかんないや。うん、うん、とりあえず底抜けに元気な性格ってことだけは分かったかな。うん、この子かわいいね。なんだろうね、この子かわいいねとか言っちゃって。どうも、はじめまして、藤崎千尋です。ほう、ちょっとなんか恥ずかしげに言ってるのが。プログラマーか。ほう、いろいろ話聞きたいわ、純粋に。よろしく。うん、あれ、なんか気のせいかな、どっかで会ったことある。いやいやいや、ないよ、ないと思うよ。うん、ごめんなさい、うん、いやいや、ふんふんふん、あーこの雰囲気もまたいいのか。なるほどな。どうしたの。なに、どうしてどうして。いやいや、不機嫌そうとかそんな勝手に思わないでください。え、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、ジョブだよ。うん、ありがとう。古かった、ごめんごめんごめん、千尋さん、今の聞かなかったことにして。この子はキリギリ京子、なんかすごい名前だな。うわ、なんかめっちゃクール。なんか喋って。うん、名前はキリギリ京子。うん、結構割とイメージ通りな声かな。はてなはてなはてな、情報になかったってこの子のことじゃないかな。ずいぶん無口な女の子だな。それにこの子の名前すれにはなかった。うん、僕以外にもこの子じゃない。うん、どうしてこの学園に来たの。何どうしてって。うん、超高校級の何。別にいいじゃない。あー、こういう感じか。なるほどな。うん、言う必要がないなら言わなくていいでしょ。分かってくるといいけど。運とかで選ばれたのではなさそうだよ。なんか持ってそうだね、でもこの子。なんか持ってそうですね。じゃあ最後ギャルの子いきましょう。大和田モンド君。俺は大和田モンドだ、よろしくな。うん、よろしく。暴走族。うん、この漫画みたいなの何、このうお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 ってやつ。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。ビビってんじゃねえかよ、誠くん。うん、おこの人との関係には特に気をつけておくとしよう。下手なことを言うと夜の海に沈められかねない。気をつけとこうな。
江ノ島純子さん、江ノ島さんか。どうも、江ノ島純子です。よろしくね。割とイメージ通りかな、この子も。ギャル、なんかもうちょっと目が大きかったんじゃない？うん、なんかあれだよね、なんかこんな細めだったっけ。でもなんか、あ、なんか言ってる、一緒のこと言ってる。だ、雑誌で見たのと見た目の印象が違う気が。はあ、はい、はい。水谷さんもびっくり。あんた、あれは雑誌用に持ってるんだって。そういうこと言っちゃダメだよ。持ってる？画像編集ソフト知ってる、あ、知ってる知ってる。フォトショップとかなんかいろいろあるよね。うん、か、加工、そうなんだ。仕方ないっしょ。そんなことぐらいで驚かないでよ。軽くへこむんですけど、ごめんなさい。マジマジ、こういうこと言っちゃダメだよ、ダメだよ。某歌姫なんてもっとやばいよ。でもその発言がやばいわ。へえ、確かに目は確かにでかくなってたけど、なんだか夢を壊された気分だな。本当だね、本当そうだね。そう、最後にあの4人と話してみよう。あ、そうかそうか、554で、で誠くんで15人か。なんか最後にした方が良さそうなんで最後にします。戸上白夜くんか。うん、戸上白夜だ。当ててみよう、御曹司。おお、当たったぽいよね。どうもよろしくね。さすがにここまでやる気のない自己紹介は僕の人生史上でも初めてだ。でもそれも仕方ないのかも。特に別格なんだよな。うん、はあ、すでにいくつもの会社運営に携わってるの？マジか。以上、天才とか。ウィキからウィキ引用みたいな、なんか。おい、あ、ごめんなさい。なんか随分となんか嫌われてるみたいですね。はがくれやすひろくん、ウニみたい。俺は、はがくれやすひろってんだ。ねえ、ほどほどに頼むべ。ほう、超高校級の鉛。あ、違った、占い師かよ、占い師かよ。占って。うん、あんまピンとこないけどね、ちょっと興味あるね。うん、もしかすっと、うん、もしかすっと、リアルな話見えちまったって話だ。何が？うん、え、パーマ頭の守護霊、お前さんの守護霊さ。衝撃の事実。しかし冗談であった、よかったです。今度酒でも飲み交わしながら。高校生だよね君。うん、だべ、20歳。何があったんだよ。何があったの、この3年間いろいろありすぎだろう、本当。セレス、外国の方。お初にお目にかかりますわね。セレスティア・ルーデンベルクです。ギャンブラー、あー、この子がギャンブラーなのか。敵に回したら怖そうだな。なんか仲良くしたいですね。セレス、うん、セレスって呼ぶ。日本人ですよね。は？それが何か？うわ、なんか変なこと聞いちゃったんじゃないこれ。あの、できれば本名も。私の本名はセレスティア・ルーデンベルクですわよ。あ、本名なんだ。セレスと呼んでくださって結構ですわ。…びっくりマーク。力強い口調。これ以上聞くなってことか。うん、噂通りの人物みたいだな。噂通り、負け知らずの超高校級のギャンブラー。自称ってついてたね、名前の前のとこに。でもゴスロリ服を愛するということ以外の素性が全て嘘のベールに包まれている謎の女子高生。ゴスロリ服を愛しているんだね。確かにそんな服装だった気が
シナリオもない。はあ。怖いな。はい。よろしくお願いします。なんだか筋縄、あ、伸ばすんじゃなかった。一筋縄じゃない。ん？かな、そうひな、あ、じゃ、ん？じゃあ、いかなそうな人だ。うん。帰る。よし、帰ろう。あ、はい、はい。か、いや、いや、いや、なんか、だって、なんか殴られそうじゃ。あ、調べれた。これは？うん。じゃあ、聞こう。大神さくらだ。はい、どうも格闘家ですよね。うん、これは分かった。うん、男性の方ですよね、なんて言葉が危うくでかかったが、僕は一緒にして肉団子だ。肉団子って表現、何せ彼女はアメリカの総合格闘技大会において女性であり続けてチャンピオンになった。ほう、400戦以上して未だ無敗の格闘家。ほう。通称オーガ。なんかもうやばい、やばそう。なんかオーガってなんかやばい、もう。霊長類、人か最強に最も近い女子高生。命が惜しければ決して彼女には近寄らないことだ。もうやばいよね。迫力がパない。うん。おい。お主、はい。思わず背筋が伸びた。ベタベタと触り始め、あの何を。なるほど。ごくごく普通の一般的な高校レベルといったところか。うん。この程度では我の訓練相手には、あ、結構です、大丈夫です、むしろありがたいです。はい、これで一通り自己紹介は終わったか。それにしても超高校級なんて呼ばれるだけあって、みんな個性的というか、なんというか。はい、本題に戻りましょう。仲良く初めましてばっかりやってる場合でもないんだ。うん、その通りですね。本題に入りましょう。うん、あのですね、それは、いろいろあって寝ちゃってた。一緒なんです。え、一緒なんだ。ありえねえ。ありえねえ。確かにそれはおかしいですな。全員が同じ現象が、全員に対して同じ現象が起こってるんでしょ。だこら。はい、ごめんなさい。なんかごめんなさい。見た、なんか鉄板とかあったね。うん。至る所に鉄板が打ち付けられていた。うん。ありえなくね。ありえなくね。携帯も行方不明、マジ。荷物どっか行ったの、やばいんじゃないそれって。玄関ホールも、どういうことだ、何なのだ、いちいち熱いな。もしかして犯罪チックなことに巻き込まれたんじゃ。ひょっとして誘拐とか、それはないんじゃないかな。怖いよ。まあまあ、しけた顔すんな、しけた面か。オリエンテーションなんかだ、え、ダメ、ドッキリみたいな感じ。そっか。なんか今ほって感じで出たのが可愛かったね。出たのが、なそりゃ、なら俺も昼寝させてもらっちゃうよ。うん、寝ればいいと思うよ。デビルスイマが、デビルスイマいただきました。と、一度の緊張が緩みかけたその時だった。歪みかけたは怖いわ。突然それは始まった。え、ドラえもんさん何やってんですか。